ある文学賞の授賞式で23歳の青年は長い足を大きく開き記念撮影に臨みました。彼の作品は日本中にセンセーションを巻き起こしました。このね、誠にこのね、行儀が悪くてね、なんかサッカーの記念写真みたいで、私は母親に怒られました。このバーッと足広げてね、スポーツの後みたいで、私はお前しつけたつもりだけど、こういう時にダメなのが出るって。昭和31年、太陽の季節で芥川賞を受賞した石原慎太郎。彼にとって芥川賞を取るということはどういう意味を持っていたのでしょうか。だから新人の最高の賞というのか、そういう言い方もおかしいけど、だからあれを取れば一人前になって、まあ幕内力士になるってことだな。それから半世紀後の平成16年、芥川賞を獲得したのは史上最年少の19歳と20歳の若き2人の女性でした。彼女たちが描く作品は同世代の読者たちに共感を呼んでいます。芥川賞と同時に発表される直木賞、処女作で受賞する作家もいれば、苦労した末に獲得した作家もいます。そうした作家たちにとって賞を取るということはどんな意味を持つのでしょうか。直木賞というのはね、やはりね、僕にとってはね、人生の伴走者でした。一緒に走ってくれた、叱咤してくれたね。もう久しぶりで見たな。でこれ面白いのは、裏にね、ちゃんとこの銀時計の名前が彫ってあってね、第99回芥川賞で贈る新井満君っていうのね。新井満君っていうのはいいね。まあ、菊池寛さんが、まあ、友人だった芥川龍之介、親友ですよ、その、まあ、顕彰追悼のために作った賞ですから、非常にフレンドシップあふれる言い方なんだよね。だから新井満君っていうのがなかなかいいね。昭和10年に設立された芥川賞直木賞は、これまで130回の歴史を刻み、数多くの文学者を生み出してきました。それぞれの文学者たちにとってこの賞の受賞は特別な意味を持っているのです。昭和の大作家太宰治。若き日の太宰は芥川賞獲得にことのほか執念を燃やしていました。候補に上るたびに選考委員に次のような手紙を送ったのです。私は良い人間です。しっかりしておりますが、今まで運が悪くて死ぬ一歩手前まで来てしまいました。芥川賞をもらえば私は人の情けに泣くでしょう。この太宰治さんはもう芥川賞が欲しくて欲しくて、そしてそのもうもらえないと分かった時に、もう佐藤春夫というその選考委員のとこ行って、あのね、柱に頭をぶつけながらね、この俺にくれっつって、泣いたという話もあるし、ね、そういうような事実もありますから、やはり相当最初から、文壇では注目されたといいますか、当時はあんまりありませんからね、こういう文学賞は。だからそれはもう大変な賞であったとは思いますよね、最初からね。昭和初期、日本の文学界は小林多喜二の蟹光線などのプロレタリア文学や、伊豆の踊り子の川端康成に代表される新感覚派と呼ばれる文学が主流を占めていました。昭和10年、文藝春秋社の創設者
菊池寛は日本の文学界に新しい才能を発掘するために、これまでとは一線を画す新たな文学賞の設立を考えていました。それは芥川龍之介、直木三十五という大作家がこの時期に相次いで世を去ったからです。二人は菊池寛の無二の親友でもあったのです。酒を酌み交わし、文学論を戦わせた友の死、彼らへの追悼の思いを込めて設立したのがこの二つの賞でした。芥川直木賞宣言、芥川龍之介賞並びに直木三十五賞を制定し、文運流星の一助に資することにした。芥川賞は無名または新進の作家を対象に純文学作品に、直木賞は新進または中堅の作家を対象に大衆文学作品に与える。第1回芥川賞はブラジル移民の悲劇を描いた石川達三の僧帽、直木賞はすでに大衆文学で人気を集め始めていた川口松太郎の鶴八鶴次郎が選ばれました。しかし菊池寛にはある不満が残りました。新聞は全く取り扱わなかったらしいですね。だから菊池さんは文藝新聞の中でブツブツ書いてますよ。新聞がこれを全然無視するとは何事であるかってね。芥川直樹という相当な文学者の文明を検証すると同時に、新進作家の台頭を助けようという公正な気持ちからやっているのである。新聞などはもっと大きく扱ってくれてもいいと思う。設立当時、芥川賞、直木賞とも正賞は論人の懐中時計、副賞は現金500円、大卒の初任給が70円ほどの時代、今の金額にすれば150万円程度でした。昭和の大作家たちの原稿などが保存されている県立神奈川近代文学館、ここで芥川賞の賞金の使い道をめぐって今なお微笑ましいエピソードが語り継がれる作家の作品に出会うことができます。昭和初期、軽妙なタッチの小説で一世を風靡し、第5回芥川賞を受賞した尾崎和夫がその人です。受賞作はのんきメガネ、貧乏作家と彼を支える妻の貧しくとも底抜けに明るい生活ぶりを描いた作品です。実生活も貧しかった尾崎は賞金の使い道について後にこう書いています。二人の子供を抱えての低収入で弱っていた。そこへ500円の賞金は文字通り寒天の自由だった。私は賞金を一銭も無駄遣いしなかった。たまった家賃、米や酒屋の払い、妻の衣類の質受けなどでガタベリした。東京大田区住宅街の一角に尾崎和夫の長女和江さんが暮らしています。父和夫の受賞時の喜びぶりをこう語ってくれました。やっぱり賞金じゃないですか。本人はまあ認められたということもあるんでしょうけども、やっぱり賞金をいただけば助かりますよね。母の着物7円入ってたのをみんな出せたとかね。のんきメガネで描かれる貧乏生活は尾崎の実生活そのままだと言われています。妻がお金に換えるために金歯を外す場面も
ユーモアたっぷりに描かれています。これ、なんだ?見ると金色の妙な格好をしたものだが、私には何か判断がつかなかった。これ、ちょっと壊れてるし、あると歯が痛いから取っちゃった。入れ歯の金冠だなと思うと、私は全く目が覚め、むっくり起き上がろうとしたが、やめた。旦那がなかなか仕事がね、書く気はあるんだろうけど、なかなか気に入ったものが書けないで、大変だから、ちょっと私にという気持ちと、それから実際にこれなんか、歯がね、金管が調子悪いから取っちゃって、それでそのどら焼きでも買いに行こうかと、なんかその辺のあれが、母はね独特の考え方がありますんで、そういうことなんですけども、父にしたらそのそれは辛いんですよね。貧しいながらも心豊かに暮らした尾崎夫妻。昭和53年には尾崎和夫の一連の文学活動が認められ、文化勲章を受章。受章を一番喜んだのは、妻の松江さんだったそうです。昭和12年、日本は次第に大陸での戦線を拡大し、戦争は泥沼化していきます。そんな中でも、芥川賞、直木賞の発表は続けられました。善良な糞尿汲み取り人が主人公の糞尿譚で第6回の芥川賞に決定した日野足平。彼は受賞が決まった時、中国に出兵中でした。菊池寛は文藝春秋の特派員として中国へ渡っていた小林秀雄に受賞を依頼し、若き芥川賞作家を称えました。この方の芥川賞は糞尿譚という全然戦争と関係ない小説なんですよ。だから芥川賞の直木賞というのはあまり戦争に協力とか戦争高揚とかそういうものには全然参加してなかったと思いますね。やっぱり文学というのはそういうものじゃないと思ってたんじゃないですかね。太平洋戦争末期から4年間のブランクの後、芥川直木両賞は昭和24年に再開。戦後、芥川賞には井上靖、吉行淳之介、直木賞には柴田錬三郎などが選ばれています。昭和30年代に入ると、もはや戦後ではないと言われ、日本人の生活も次第に豊かになっていきます。冷蔵庫、洗濯機、テレビが三種の神器と呼ばれた時代です。昭和31年、第34回芥川賞を受賞した太陽の季節はセンセーションを呼びました。人々が彼らを非難する土台となす大人たちのモラルこそ、実は彼らが激しく嫌悪し無意識に壊そうとしているものなのだ。彼らは徳というものの味気なさと退屈さを嫌というほど知っている。大人たちが広げたと思った世界は、実際には逆に狭められているのだ。それまで新聞市場を賑わすことがなかった芥川賞でしたが、石原慎太郎は文芸欄を飛び越え、社会面で大きく取り上げられたのです。東京新宿区にある東京都庁舎。昭和31年、この写真が新聞紙面を大きく飾りました。だから私がまあ割と若く学生で初めて撮ったでしょ。でね、急になんかそのこう
ブームになっちゃったり、行ってみるとね、私は剣舞の中高の楠木正成みたいなもんだね。まあやっぱりなんかこうね、消費文明の大陶器だったのと、まあその頃の私ずっと若かったしね、その写真は写真写りよくないけど、なかなか2枚目だったしね、ついでに裕次郎までスターになっちゃってね、なんとなく相乗効果で、新太郎ブームが来ましてね、飛んだり跳ねたりしてるうちに、1年経っても元のさえ収まって私は物書き直し出したけども、だからまあ僕はやっぱり面白かったですよ。太陽の季節は映画化され、弟裕次郎の出演で大きな話題を呼びました。街には太陽族と呼ばれる若者たちがあふれ、青春を謳歌。一方、こうした風潮に対して眉を潜める人々もいるなど、明らかな時代の変わり目を暗示していました。そこまでの反響を全くこう予期してなかった？予期してませんでしたね。まあですからね、弟も含めてこう消費文明の黎明期に、だからそのよく高見純さんが、サッカー時代と一緒に寝なきゃダメだって、つまり女と寝るように寝なきゃダメだって言うけど、僕はやっぱりその時代と一緒に寝れた、寝ることのできた修復さありますな。石原慎太郎は後に書いた小説弟の中で芥川賞についてこう述べています。もし芥川賞を受賞できず、物書きとして船出もできずにいたら、あの先二人とも一体どんなことになっていたろうかとは思う。ああもうそうですね、もう裕次郎は放蕩三昧だしね、親父の財産どんどん減っちゃうし死んじゃったと、こっちはね、まあね、就職しなきゃいけないから映画の監督になるつもりで東方の助監督の試験を受けて、まあ、通りましてね、助監督ってのは一番ハードワークで一番給料安かったんだよ。それでね、結婚しちゃったでしょ、学生の時に。どうなるか、まあ、なんとなんだろうと思ったら、まあ、あのおかげで夜中に出れたんで、弟まで一緒に出てきてね、いやそれあの今から振り返ってみると、もう神仏に感謝というか、ゾッとするようなあれだったね、窮地の脱出だったね、窮地からの。芥川賞、直木賞を受賞した作家たちに愛されるホテルが東京お茶の水にあります。静かな佇まいの山の上ホテル。遠藤周作、太閤武、池波正太郎など名だたる作家たちが受賞第一作をここで執筆しました。ツインベッドの一つを廊下に出し、執筆用の座卓が置かれています。直木賞作家池波正太郎が愛した部屋です。その部屋は当時のままに残されており、今でも多くの作家に愛用されています。このスイートルームは直木賞作家山口ひとみお気に入りの部屋。ここで数々の名作を執筆し、また骨休めに趣味の油絵も楽しみました。部屋の壁には山口ひとみが描いた油絵が飾られています。直木賞作家の山口ひとみは後に選考委員も務めました。彼には忘れられない直木賞の選考会があります。芥川直木両賞の選考会会場として
昭和35年から選考委員たちの熱い議論が繰り広げられてきた新喜楽。昭和56年の直木賞選考会は揉めました。下田歌劇の黄色い牙は選考委員の大半の票を集めており、この一作の受賞にほぼ決まりかけていました。しかし水上勉と山口瞳は向田邦子の思い出トランプも悪くないと強く主張していました。向田邦子はアウンなど数々のテレビドラマの脚本家としてすでに名声を獲得。思い出トランプは50歳を過ぎた彼女が初めて挑戦した短編小説集でした。この作品をめぐって選考会は夜遅くまでもつれたのです。皆さんが反対するっていうのは、うん、何もその向田作品が悪いとか、評価が低いっていう意味じゃなくて、うん、第1回最初に候補になった作品なので、もう一つもう一遍見てもいいんじゃないかと。でその中でその山口さんが、いやそうは言ってられないんだと、うん、そう待ってはいられないと、彼女はもうすでに50なんだと、そこで年齢を持ち出されてですね、他の委員たちがそうか、もう彼女はもう少し若いと思ったけれども、もう50なのか、まあ作品もいいことだし差し上げてもいいんじゃないかっていうのがだんだんこう形勢逆転しましてね。結局山口瞳の発言が後押ししたこともあり、下田歌劇と同時受賞となりました。しかしその1年後、向田邦子は台湾への取材旅行中に起きた飛行機事故で帰らぬ人となります。新聞紙面には涙に暮れた妹和子さんの写真が掲載されました。東京赤坂にある氷川神社、向田邦子の妹和子さんは毎日のようにここにお参りに来ます。いやー、そうですね。やっぱり忙しすぎちゃって、やっぱり直木賞取った直後はね、忙しくって、やっぱり大病した後ですから、やっぱり健康のことをやっぱり願わずにいれないので、やっぱり願いに来ますよね。実は、向田邦子は直木賞受賞の5年前、乳がんの手術を受けていたのです。そのことが彼女の人生観を変えたようだと語ってくれました。その時にやっぱり人間って覚悟が決まるっていうか、じゃあ覚悟が決まったかどうか分かりませんけど、何が書きたいかっていうことは突きつけられたように私には思えるんですね。やっぱりそれからその手術後に残った時間をどうやって何を書きたいかっていうことが、私はそのテレビドラマにしても今まで書いてたものと一味違うものだったと思いますし、それからエッセイを書いた時にもやっぱり人間誰でもそうだと思いますけども、良かったこと、自分がどうやって今日こういう今の自分がいるのか、どういうことが影響されて今あるのかってことを考えると思うんですよ。手術後の向田邦子は何かに追い立てられるかのように執筆活動に打ち込みました。これまで手掛けていたテレビドラマの仕事もその本数を増やし、小説やエッセイなど新たなジャンルにも挑戦していったのです。初めての小説「思い出トランプ」は死や老い、病をテーマにした短編小説集です。歌うような声で明日のお天気を話すように、託児の血圧の話をしている。
卓司は立ち上がった。障子につかまりながら台所へ行き、気がついたら包丁を握っていた。刺したいのは自分の胸なのか、厚子の夏みかんの胸なのか、わからなかった。受賞からわずか一年後に、飛行機事故で亡くなった向田邦子は、今、多摩霊園に眠っています。墓石には、直木賞受賞の文字が深く刻まれています。向田邦子の作品を強く推した山口瞳は、エッセイ集、ムクゲの花に、向田邦子への追悼文を載せています。直木賞を取らなければ、死なずに済んだかもしれない。その時、家江が私に話しかけてきた。あなたがいけないのよ、私のことを51歳なんて言うから。その写真も笑っていた。私はとても素敵な人生だったと思うんですよ。何にもとならないでね、悶々とはしないけど、あのものを書いてるよりは、その短い時間でも自分にとってはもしかしたらとても大きな時間だったと思うんですね。1年がもしかしたら10年に値したかもしれないですよね。何にもない人生よりは、私は姉はにとってはそのことが私はとても良かったってふうに思いたいっていうところがあると思うんですけど、文学者たちの運命を大きく左右してきた選考会。通常 2,3 時間で結果が出ますが、受賞した作家には選考会の進行役が直接知らせます。また落選者には担当編集者が電話を入れます。候補者たちは選考結果を様々な場所で待つのだといいます。日本文学振興会の高橋さんは30年にわたって受賞者に選考結果を伝えてきました。行きつけの今言うような居酒屋でお待ちになっている方もあれば、もうプレッシャーに耐えかねてお一人でホテルへ部屋を取られてそこでお待ちになっている方、それからもうそんな時間はないからもうせっせと原稿を書いて書斎でお待ちの方、桐野夏生さんなど原稿を書いておられるところに電話を入れさせていただきました。ここに4回候補に挙げられその都度連絡を待つ場所を変えた作家がいます。第99回芥川賞を受賞した新井満。彼は昭和62年処女作が芥川賞にノミネートされた時、勤務する大手広告代理店のオフィスで選考結果を待ちました。誰に言ったわけでもないのにね、いつの間にかふっと気がつくとね、周りにね見知らぬ人たちがいるんだよね。でどうやらマスコミの人は、新聞記者とか雑誌記者とか、あるいはカメラマンとかね。でね、なんかいつの間にか忍者のようにねこう周りを囲んでるんだよね。で私はその電話のベルが鳴って「はい」ってね取るでしょ。でみんなねフラッシュバシャ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 っていうね写真を撮るんですよ。でこうあの受話器を置くと「どうでしたか、あの合格ですか不合格ですか、つまりあの芥川賞は取りましたかどうですか、いや今のは単なる仕事の電話ですから」って言うとみんなねがっかりしたような顔でね、そんな思い出がありましたね。でその時はね該当作なし、誰も取らなかった。でそういうのって一番つまんないよね。半年後、新井は再び芥川賞の候補となります。
門前仲町の居酒屋で落選の知らせを聞きました。そのまた半年後、新井は三度候補者となります。とりわけ3回目の時には切なかったね。もう本命だと言われていて、まあ、岩波ホールで会ったんで、まあ、待っていたんですけどね。選考結果の連絡を待つ間、新井は映画を見に行きました。できるだけ心静かに待ちたいと思ったからです。選考結果の連絡はかねてから付き合いのあった岩波ホールの総支配人に取り次ぎを頼んでおきました。夜8時30分、映画が終盤を迎えても総支配人は彼を呼びに来ません。映画終了後、ホールに出てみると、そこは新井を待ち受ける知人や報道陣でいっぱいでした。総支配人の高野悦子さんは、もう真っ赤なバラの花束をね、受賞の瞬間にプレゼントしたいと。で、大竹陽子さんはシャンペンを用意して、いつでも浮く用意をしていた。で、マスコミの人たちは数十人、その瞬間をもう待ち構えていた。で、9時が過ぎて、結果が入ってきた。新井満さん、あなたはあとちょっとでしたけども落選ですってね。みんなもうお通夜みたいでしたね。でご愁傷様ですっていう感じでみんな帰ってったね。それから1年後の昭和63年、尋ね人の時間で4度目の芥川賞候補に上りました。知ってる人と、あるいはマスコミの人たちと一緒に待つのはもうこりごりだというのが本音で、で4度目の、まあ、候補作になった時には誰も人間がいないところで待ちたいというふうに思った。で東京のど真ん中で誰もいないところっていうのはどっかないか、随分考えましたよ。だけどね、東京でね誰もいない場所ってないね。これはどう探してもなかったね。で考えたね、誰もいないっていう場所はないんだけども、例えば群衆の中で待とうとすると、群衆の誰一人として自分のことを知ってる人はいないだろう。受賞の連絡を待つ間、新井は帰宅を急ぐサラリーマンで混み合う山手線の中にいました。それで秋葉原駅から山手線に乗って外回りでずっとね時計回りで一周したわけです。それで大体一周するしたぐらいで1時間経ってました。8時半ぐらいになった。で8時半だともうね結果は出てるはずだと思って、じゃあ降りようと思って、それで降りたところがたまたま有楽町の駅だった。でこの駅のホームで降り立ったわけです。有楽町駅のホームから妻に電話をしました。いきなりおめでとうと。で、あなたがどうやら決まったらしい。で9時のニュースでも新井満が受賞、芥川賞受賞、99回受賞っていうのがね、もうニュースで流れてるわよと、で日本文学振興会は必死の思いであなたを今探しまくってると、行方不明になってるから、あなたはどこにいるかってもうね、もう必死で探しまくってるからすぐ電話をかけてあげてくれと。処女作を発表してから2年半の快挙でした。顔に蓄えたヒゲはストレスによる吹き出物を隠すためのものでした。第99回芥川賞受賞作尋ね人の時間、新井はバツイチカメラマンの
孤独な日常生活を通して物質にあふれながらもどこか満たされない都会生活者の心の空洞を描きました。あなたは不能になってほっと胸をなで下ろしているようなところがある。やれやれ、これでようやく誰とも関わりを持たずに済ませられる、気が楽だとね。そんなつもりはありません。受賞して何が良かったか、もう自分は候補者にならなくても済んだということなんで、嬉しいとかというよりも、候補者になるってことはね、非常にやっぱりプレッシャーですね。だからもう二度と候補者になりたくないっていうね、あのプレッシャーには耐えられないと、二度となりたくないっていう人もいるでしょうね。だから4度目で私が受賞して一番ホッとしたその理由は、ああもうああいう苦しい目に遭わなくてももう済むんだっていうね、そういう安堵感でしょうね。こう言い残してアライマンは大都会の喧騒の中にひょうひょうと消えていきました。山口県下関市、関門海峡を一望できる静かな住宅街に一人の直木賞作家が住んでいます。古川薫、彼は平成3年の受賞までに9回落選の浮き目にあっています。その期間はなんと26年、65歳での最高齢受賞でした。候補に上ったのはほとんどが吉田松陰など地元山口にゆかりのある人物を描いた時代小説です。落選を繰り返す古川を支え続けた男がいます。担当編集者の岡崎さんです。岡崎さんとの初対面はね、もうかれこれ30年ぐらい前ですよね。なんかね、とってもね、好人物だなと思ったんで、もうね、この人となら付き合えるなっていう最初からね思いましたよ。出版社の編集者は作家の女房役、時にはストーリーや構成にまでアドバイスをします。そして一番大事なのは作家との相性だと言われています。今でも文藝春秋に勤務する岡崎さんは古川の第一印象をこう語ってくれました。まあ、古川さんに言われたっていう感じでしょうね。古川さんって趣味が多彩でして、絵も描きますし、それから即興で作詞作曲なんかもやりますし、それから焼き物もやりますし、カラオケもすごくうまいですしね。それからとにかく、スポーツにもかなり興味持ってるんですよね。岡崎さんは古川が候補に上るたびに下関の古川の自宅で一緒に選考結果を待ちました。そして落選のたびに励ましの手紙を送ってくれたのです。岡崎さんからの手紙は今でも古川の宝物となっています。古川さんいつか必ずやれるっていうあれがありましたので、それはもうやっぱり励ますっ
っていう、もうあのほんのちょっとした励ましでいいと思うんですよね。落胆させないっていうか、だからいつかは、ちゃんとゴール地点に、まあ必ずしも直木賞がゴールじゃありませんけども、絶対受賞するんだというような気持ち持ってもらえればといいと思って、その、まあ、励ましの手紙だったと思うんですけどね。で我々、ね、弱い人間はね、やっぱり誰かがサポートしてくれてね、それでね、やっぱりその人の期待にね、やっぱ沿わなきゃいけないぞと、くじけちゃいけないぞというようなことが一つの支えになるわけですからね。7回、8回、9回目も落選。候補に上るたびに湧き起こる今度こそはという声援が彼に大きなプレッシャーを与えました。地元紙には古川の苦渋の表情が掲載されました。当時を知る山口新聞の佐々木さんはこう語ります。まあ、我々含めてマスコミがその都度候補になるたびにですね、発表の日の夜押しかけていく。でカメラの放列の前でですね、落ちた時にやはり落選の会見をせざるを得ないという、やはり辛かったと思いますね。だから実際にね、何回目か忘れましたけど、2回ぐらいはですね、おそらく7、8回ぐらいの時かな、2回ぐらいはあの会見を断られたことがありますね。それはやはりあの重圧以外の何物でもなかったんじゃないかなという気がしますね。昭和63年、重い気分で過ごしていた古川は自宅の近くにある藤原芳恵記念館を訪れました。藤原芳恵は昭和初期世界を舞台に活躍した偉大なオペラ歌手です。しかし芸者の息子として生まれ、少年時代は貧しい暮らしをしていました。古川はここで次回作の原点となる藤原芳恵の遺品を発見するのです。まあ、あの藤原芳恵のね、日記が手に入ったんですよね。あのヨーロッパ留学時代の、もうそれは惨めな生活をしてる、その時の日記が大学ノートでね、4冊あったんですよ。若き日の藤原芳恵が残した日記、そこには筆舌に尽くしがたい貧しい生活が綴られていました。栄光をつかむまでの苦難の道のり、それに興味深いですけどね、これは書けるなかった。漂白者のアリア。古川薫は偉大なるオペラ歌手藤原芳恵がスターに上り詰めるまでの苦労を紐解いた小説を発表します。それはですね、これはね、大事なことだと思うんですよ。名を成した人がね、名を成してからのことはね、僕は何もね、書く必要ないと思うんですよね。そこまでにたどり着くまでのね、その人のこの人生における奮闘の時代ね、それこそがね、僕は文学のテーマだと思うんですね。安全に生存するために立派な教育を受けて立派な職業人になるということは僕には無縁のことだが、せめて100人の男たちを泣かせる歌劇役者になりたい。藤原芳恵と出会ったのは非常に古川さんにとっても良かったと思いますね。それは今まで歴史ものを書いて、それから現代ものを書いて、それのちょうどミックスしたような評伝小説ですので、非常に良かったと思うんですね。漂白者のアリアは古川にとって10度目の候補作となりました。選考結果を待つ古川を岡崎さんは
ホノルルマラソンに誘いました。加崎さんはねもうね、3時間ちょっとぐらいでフルマラソンを走る方ですからね。だから一回自分はねゴーゴールまで近くまで行ってまた引き返してくるんですよ。で僕はねこう休んでるとね古川さん何してるんですか走らなきゃってなことでねやれやれってなことでねまた走る。あれ岡崎さんがいなかったら僕はねリタイアしてると思うんですよ。だけどね彼はまた帰ってきてねちょっと言うからねまたね走っていく。でやっと完走したんですよね。もうね僕のその小説の仕事とねそっくりですよ。うん、もう引っ張られてね、まあ、やっとゴールまで行ったってことですよね。平成3年1月、ついに古川薫は直木賞を受賞しました。岡崎さんはいつものように下関の古川の自宅へと向かっていました。多分下関からタクシー乗ってる時にラジオで聞いてたんじゃないでしょうか。ですからその、下関から調布まで行くタクシーの中でなんか一人で涙を流してたっていう、あで、まあ、古川さんと抱き合ってっていうあれじゃなくてもう一人で涙を流してましたので。苦節26年、古川薫の受賞は地元で大きく報じられました。直木賞というのはねやはりね僕にとってはね人生の伴走者でした。一緒に走ってくれた、叱咤してくれたね。それは岡崎さんというだけじゃなくて直木賞という存在そのものがね、僕にとってのいわゆる我が半生のね人生と言わず我が半生のね伴走者と言っていいんじゃないかな。今プロの作家を目指す人々はおよそ10万人いると言われています。東京渋谷にある小説家育成教室、ここからは宮部みゆき、篠田節子などの直木賞作家が生まれています。この教室ではそうした先輩や芥川賞、直木賞受賞者の講義を受けることもあります。状態意識を失う状態になるとこのトリックもとてもいいんです。でだからねって言った時に作家の卵たちに明日への抱負を聞いてみました。のことに気がつくという価値のある小説っていうんですか、面白いだけじゃなくて面白いものなら漫画だけで十分だと思うんで、何か価値のあるような面白い小説を書けるようになれたらなと思っています。生きる希望が持てるようなそういうものを書ければいいなと思います。なるほど、わかります。私はあんまり深刻なことは考えてほしくないんですけれど、もう生きてるだけで深刻ですから、だから読んで、あ、面白いなと思って、でも、あれって引っかかるところがあれば、すごく嬉しいなって思います。歴史を積み重ねてきた芥川賞、直木賞。どの作家も受賞の瞬間に席を切ったように、それぞれの思いを語ってくれました。次回は一体どんな言葉を聞かせてくれるのでしょうか。